よし、どんどん行きましょう。あ、シャドウがいますね。神様は乗り越えられる試練しか与えないって言うけど、本当かな。ねえ、宝箱置いてあるよ。階段だ。行こう。このフロア一通り調べ。この暗証結構強い力を貸します。気をつけて。この相手なら引き金を。解析準備中です。もう少し時間がかかりそう。今だ。この状況なら。皆さんの
次行かないと。
攻め時か。解析準備中です。もう少し時間がかかりそう。放つぞ。ペルソナ。状況なら疾風が弱点です。急所を突く。ペンテシレア。いつでも行けるよ。次は今なら。次は答えよう。どうする。いや、はあ、ガネーシャ。やり直しました。ここは
よし。そうか。あれすごいもの入っ。やったな。ありがとう。
してくださいね。無理は禁物です。ああ、都合よく機関装置があるとは限らないからな。さて、次行かないと。
シャドウ、どうする？敵は3体、先制で倒しちゃいましょう。カーラミー、アマダ君が敵をダウン。光には耐性があるみたい。解析準備中です。もう少し時間はかかりそう。解析準備中です。もう少し時間はかかりそう。
進、もっと行きますか。うろうろして、敵4体、先制できます。強気に攻めちゃいましょう。この場面ならお願い、ビヨン。敵を見つけた。新技ゲット。新しい技だ。
バッチリじゃん。高いビルって、はい、あいつ強そうじゃない？
あの、このフロア少し暑そうですが大丈夫ですか？水が流れているからか湿度が高い。これも全て気のせいかもしれんが、扉だな。開けるか。敵だ。片付けるぞ。他のと違う。お、お宝発見。お、お宝発見。問題ない。行くぞ。シャドウ発見。どうする？次は何が来る？ここだと金色のシャドウがよく見えなくなりそうです。そこら中金キラキンだからね。閃光もらった。今なら見せるよ。見よう。敵をダウン。で、怖い相手です。ご注意を。どうする？ガネーシャ！得点にヒットです。ギリギリセーフ！避けた！
次もさっきみたいに決めよう。だぜ。
強そうなのいいな。
応えのありそうなやつがいるな。Что ж, на этом данный эпизод заканчивается. Не забывайте подписываться на канал, оставлять свои комментарии под этим и другими видео. И, конечно же, прожимать колокольчик, чтобы не пропускать будущие видео и стримы. Всем спасибо и до новых встреч в следующих видео. Пока-пока.